元箱根小雪とかあるんだな。これは国道1号線でずっと行くということか。でこれ土日のみ運行みたいなのが結構あるのが面白いですね。なるほど。そしてここは駅そばではなく駅ラーメン。こちら伊豆箱根鉄道、私は初めて乗りますね。結構本数がある、この時間平日も土日もあんま変わんないのかな。はい。で550円、これ1日券とかあったらどうなんだろうな。3回か4回乗るつもりだけど。はい、これがなんかラブライブのキャラなのかちょっとよく分かっていないが、まあここは完全な行き止まりですね。なんだっけ、 JR から直通するのもあるけど、それは向こうに止まるってことだろうな。はい。でこっちが9番線かな。はい、結構降りる人いましたね。なんか、ね、伊豆箱根鉄道寸津線ですけども、なんか修善寺に行くその観光用のね路線と思ってしまいがちだけども、この先伊豆の国市と伊豆市、とかがあったりして、まあ、人口そこそこいてね、ちゃんとこの通勤通学として、使われてるみたいなんですよね。そう、本数も思ったより多いしな。まあ、せっかくだから先頭に乗るか。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は伊豆長岡大人方面修善寺行きです。次は三島広小路です。グローバルトップのソリューションパートナーへ、東芝テック三島サイト最寄り駅です。この先三島田町までカーブが続き、大きく揺れる場合があります。また事故防止のため急停車することがありますのでご注意ください。お客様にお願いいたします。携帯電話は音の出ないようマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また座席は譲り合ってご利用いただき、皆様が気持ちよくご乗車いただけますよう車内マナー向上にご協力をお願いします。 Thank you for taking the Izu Hakone lineThis train is bound for Shuzenji. The next stop is Mishima Hirokoji Station. While on the train, please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Thank you.次の伊豆長岡駅の出口は右側になります。終点修善寺着きましたね。結構まあそこそこ乗ってる人がいて、私次行くマックスバリはそこか。ここ3面5線もあるんですね。はい、そのまま正面からね出てしまったけども、多分まあ駅のメインはそっちですね。バスターミナルとかあったのは。でここは伊豆市ですね。多分平成の大合併の前は修善寺町とかだったのかな、わかんないけども、今は伊豆市で、ここから歩いて10分ほどで市役所ということで、まずそちらに向かいます。なんかそこにちょっと橋が見えたけども、それを渡って左ですかね、なんかこの多分正面ぐらいなんだけども、ちょっとこの川があるんでね、回り込まなきゃいけないという。はい、うわー、下田、そして天城、何湯ヶ島と書いてあるのかな。はい、なんかいい感じの橋ですね、赤い橋。これは何川かわかんないけど、その天城越えのあたりからずっとね流れてきてるんですかね。修善寺駅行きで、
小川っつうのはちょっとわからんな。この先はあれなんて言うんだっけ、その天城越方面もあるけども、なんかもう一つ町があって、そこにねゲーセンもあるということなんですけども、ちょっと今日は行けないんだよな。はい。でそれはともかくとして、ここは道なりかな、でそのそこに見えてるやつですかね、それが市役所かな。はい。この辺なかなかいいですね。今11月25日で紅葉は、見頃、微妙だな。ちょっと散ってるのもあるし、まだ色づき途中のもあるという感じですかね。はい。この駿府線初めて乗りましたけどもね、やっぱりこう、普通に日常の利用もあって、でそれでいてこのね修善寺まで来る、需要もしっかり、という感じで、そうなんかいいというかね、私は結構こういう使われてるローカル線は好きなんですけども、はい。今適当に歩いてきまして、ちょっと市役所に至る道としてはねこのセンターラインもないし歩道もないという狭い道ですけども、これか伊豆市役所ですね。はい。まあこんな感じで、なんかよくわからんオブジェ手作り感のあるものがなんかあるけども、伊豆市役所とちゃんとありますね。ということで OK だ。はい、こんな感じですね。はい、松崎だな、ゲーセンがあるところは。って、これ快速が2便しかないのか。なんか別の、あ、でもそっか、そっちの方が、その、メインルートというかね、国道なんで、そっち経由のバス停が別にあんのかな。はい、下田街道とありますね。で、駅の近くまで戻りますけども、次に私が行くのは、マックスバリューですね。これは橋を渡ってから左かな。はい、ということで、そこが駅で、この道ですね。なんかそんなに遠くないところにある、店名は修善寺駅前店だけどもな。まだちょっと見えんな。はい、そこが駅だけど、この辺はなんか越えられる通路とかはないんかな。で、そこにありましたね。マックスバリュー、これは2階建てかな。はい、ここはゲームコーナーありそうなんでね。まあ適当に行ってみましょう。はい、こちら今出てきまして、情報通りゲームコーナーありましたね。2階と3階にあって、2階はこんな感じでプライズ機のみですが、3階の方は、ちゃんとね、メダルゲームもありましたね。なぜか無G 社製の新しいやつが、これ15台ぐらいか。はい。だから、まあどっかのタイミングで入れ替えがあったんだと思いますけどもね。はい、まあ個人的には、まああんま嬉しくないラインナップではあるけども、メダルがあること自体は良い。100円10枚、100円60枚だったな。はい、まあそんなところで OK で、なんかその辺で渡れるところがあるのかな。はい、そこがマックスバリューですけどもね、ここは車が通れない踏切ですね。ということで、そこ渡って右行きましょう。はい、こっちは線路が1本だけども、こっちは5本。いや、いいですね。で、まあ適当にだな。はい、結構バスの台数がすごいな。ここはそして8番まであるのか。はい。で、まあ適当にまた乗りまして、次は大人ですね。はい、この修善寺駅周辺案内図ですけども、これ面白いですね。伊豆半島をこう上下逆にするとこんな感じ。修善寺温泉っていうのがまあちょっと離れた場所にあって、でまあ天城越え、そして下田、そう下田とね、あとはこの松崎に、まあ、ゲームコーナーあるということですけども、さすがに今後行くときはないだろうなということで、まあここから、戻ってというかね、そうだな、大人ですね次は。はい、こちら時刻表ですけども、まあ、普通に本数が多いのと、これあの番線が色分けしてありますが、けども1から5番線までちゃんと使ってるっていうのがすごいな。はい、地方施設でなんかこういうのあんまりないような気がするけどね、すごいこのターミナル感というか。はい、これはなんか似たようなのが止まっていて、さっき来るときはロングシートでしたけども、こちらボックスですね。まあ適当に。伊豆長岡、台場方面、三島行きです。
次は町野港です。電車は運転中事故防止のため急停車することがありますのでご注意ください。 Thank you for taking the Izu Hakone line. This is the Izu Hakone line bound for Mishima. The next stop is Machinoko Station.今こちらから降りてきまして、改札を出ますね。